こんにちは。持って生まれた才能と運を生かしてビジネスを流れるように成功するためのアドバイスをさせていただいてます。四柱推命講師の田中優子です。よろしくお願いします。では、30代男性起業家さん A さんに、ご質問いただいたもう一つをお伝えさせていただきます。サポートチームの作り方についてですね。A さんの今のお悩みは自動的なシステムを作りたいと。だけど自分一人でやるととっても難しい。でどうしたらいいかっていうご相談で、まあそれは人に頼みたいと思ってるんだけど、どんな人に頼んだらいいかなっていうご相談だったんですね。でまずA さんの資質なんですけど、 A さんですごいバランサータイプなんですよ。実はここ通変性って5つの才能があるんですけども、5つの才能全部お持ちで、こういう方を五徳って言うんですけども、5つの徳って書くんですけども、5つの徳を持たれている60人に1人とか100人に1人くらいのとっても珍しい才能をお持ちの方なんです。でその方たちって特徴としては、何でもできてしまうがために自分の強みがよくわからないってことをおっしゃっていただいたりするんですけども、何でもできるってことが才能なんですよね。なので割と全部自分でやってしまう方も多くて、そこがもう一つ疲れやすいポイントかなと思うんですけれども、そこは自動でこう何かを作っていくっていうシステムは人に頼みたいと思ってるんだけども、どんな人に頼んだらいいかっていう場合、一つ見てほしいのが、それはコツコツ、なんか思いっきりよくではなく、コツコツ何かを積み上げることによってシステムってできると思うんですよ。だからコツコツの才能が必要なんですね。でしかもコツコツ言われたことをきちんとやってくれる人が多分一番大切かなと思うんですと、コツコツ言われたことをきちんとできる人がこの正しい感、正感っていう方で、割と A さんって変が多い方って思いっきりよくなんですよね。思いついたらすぐみたいな感じで、こういう方は変換って実は営業さんがとっても得意なんですけど、思いついてあそこの家に入ってみようみたいな泥棒じゃないですけど、そういうの得意なんですけど、コツコツ何かを積み上げてみたいなのはちょっと不得意なんですよね。才能としては持ち合わせてないので、こういう成果、コツコツ何か目標を決めたら1から10まできちんとステップを踏んでくださる方は、持ってる方がおすすめです。でそれはやっぱり口で言うんではなく、一度こういうところ見られていると、あ、そういう才能ってあるんだなっていうふうには見られるので、一ついいこう判断材料になるかと思います。そしてもう一つはやっぱり一緒にやる方だと人間性が合うかどうかっていうのも一つの判断材料にはなるかと思うんですけども、私自身も今サポートチームが3人いるんですが、やっぱり当てはまってるなとは思います。サポートしてくださってる方は、ジムのサポートですねをしてくださってる方はやっぱり水の音さんでも、別名秘書星とも言われてますし、すごく貢献してくださる方です。とても人のことを考えて貢献してくださる方なので、安心してお任せすることができる方です。でちょっとこうチームをまとめたりとか引っ張ったりしてほしいなと思ったら、おすすめなのがこの木の絵と土の絵って言って、でここはどこに入ったらいいかっていうと、特にここの日中のここに入ってるといいですし、こっち月中とか日中に入っててもいいんですが、一番はここに入ってるといいです。でチームをまとめたり引っ張ったりしてくれるのが必要だなと思ったら、木の絵さんとか土の絵さんがおすすめです。で木の絵さんとか特に2番手するのはすごく得意な方なので、すごく間に入ってくれます。で、可能性としては水の音さんのこの A さんと相性がいいのが加納さんなんですよね。なのでこの方もおすすめしたいと思います。そんな感じで、最後はやっぱりご自身の直感とかに頼ると思うんですけど、一つの材料判断として判断材料としてちょっとここの面識を見ていただくといいんじゃないかなと思います。以上になります。ありがとうございました。